愛犬が飼い主を愛している10個の表現方法。ワンちゃんは人間とは違う様々な表現方法で愛情の気持ちを表してくれてます。そんなワンちゃんの愛情に気づければお互いもっと信頼が生まれると思います。この動画でぜひワンちゃんの愛情表現を確認してみてください。愛犬が飼い主を愛している表現方法は様々ですが、以下に10個の一般的な項目を挙げます。1、尻尾の振り方。愛犬は飼い主に会った時や喜ぶ時に嬉しそうに尻尾を振ることがあります。一部の犬種や個体は尻尾だけでなく全身を揺らしながら尻尾を振ることがあります。これは特に興奮や喜びを表すことがあります。一部の犬種は尻尾を背中の上に高く持ち上げて振ることがあります。これも興奮や喜びを表現する姿勢です。ただしこれらの振り方はあくまで一般的な例であり、個体や状況によって異なる場合があります。愛犬の尻尾の振り方を観察することでその表現をより理解することができます。 2. 体の接触。愛犬は飼い主に近づき体を寄せてくることで親密さを示すことがあります。背中や足の間に入ってきたり、頭や顔を飼い主の手に寄せたりすることがあります。このような接触は愛情や安心感を表します。 3. 目の接触。愛犬は飼い主と目を合わせることでコミュニケーションを図り愛情を表現することがあります。飼い主の目をじっと見つめることが観察されるかもしれません。このような目の接触は信頼や絆を示します。 4. 舐める行動。愛犬が飼い主の手や顔を舐めることは愛情や親しみを示す行動として知られています。舐める行動は飼い主に対する愛情表現や社会的な行動です。ただし必ずしも全ての犬がこの行動をするわけではありません。 5. 飼い主の近くにいること。愛犬は飼い主の近くにいたがる傾向があります。常に一緒にいたがる姿勢は強い絆を示しています。飼い主が移動すると愛犬も一緒についていくことが多いです。この行動は愛犬が飼い主との絆を感じており、一緒にいることで安心するからです。6. 迎えに来てくれる。飼い主が帰宅すると愛犬は喜んで駆け寄ることがあります。尻尾を振りながら飛び跳ねたり、飼い主に対して歓迎の興奮を示すことがあります。 7. お腹を見せる。愛犬が飼い主の前でお腹を見せることは信頼や安心感を示す行動です。この行動は愛犬が自分を無防備な状態に置き飼い主に対して警戒心を解いていることを意味します。お腹を見せる姿勢は愛犬が飼い主との関係を良好と感じているサインです。 8. 飼い主の指示に従う。愛犬は飼い主の指示に従うことで愛情と忠誠心を表現することがあります。例えば散歩の際にリードをつけている飼い主が進む方向に従ったりすることは愛犬が飼い主の存在を尊重し信頼している証拠です。 9. 飼い主の声に反応する。愛犬は飼い主の声を聞くと興味を示したり喜んだりすることがあります。飼い主が話しかけると愛犬は耳を傾けたり尻尾を振ったり興奮したりすることがあります。また飼い主の声に対して特定の行動を起こすこともあります。これは愛犬が飼い主とのコミュニケーションを楽しんでいる証拠です。10. 愛情の噛み癖。愛犬が優しく飼い主を噛んだり甘噛みをすることは愛情表現の一つとされています。これは犬同士の社交行動やコミュニケーションの一環であり、飼い主を自分の仲間として認識していることを示すものです。ただし噛む力には注意が必要であり、噛み癖を予防するために正しい訓練と指導が必要です。これらは一般的なサインですが、個々の犬によって異なる場合もあります。愛犬との関係を深めるためには犬種や個体の性格を理解し、愛犬とのコミュニケーションを大切にすることが重要です。幸せな愛犬との時間を過ごせることを応援してます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。